まだ残ってたさ。前出ればいい声ですね。動画をご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はこちら、一家にお邪魔していますって、もうこれどうなってるんですか。一家名物攻防戦。ハンバーガーヒルの防衛側だな。攻め側は無限復活のセミオート。防衛側は復活なしのフルオートでしたね。もうこれ何ヒット取ったかわからなくなりますね。まあ、そもそもヒット数数えるようなゲームじゃないですしね。こう見てるとあれ思い出さん。ゾンビゲーとか無双ゲー。ああ、大量の敵。死んでもすぐ復活。はい、上がってる感じ。確かになんとなくわかる気がしますね。つわものスナイパーやセミオートの使い手の多い戦にしては、かなり荒々しいゲームですよね。でもこのゲームに関しては、普段からセミ主体の俺も楽しめるんだよ。敵が一方向からしか来ないってわかってるから弾幕のさりがいもあるし、必ず守りが落とされるっていう安心感もあるしな。フルオート嫌いの人も、このゲームは一度は体験してほしいな。おそらく打ち下ろしの形になってることも、納得できる要因ですね。ほら、局者のボロ玉でヒットすると、納得したくなくなるじゃないですか。そのテンポのゲームなら、必ず弾が直進でくるからね。そもそも局者で当たるような遠くに敵いないし、ちゃんとヒットしてるのもわかるから、わだかまりもないしな。普段多弾マグすら持ってかないことが多いけど、一家には必ず190発多弾マグ持っているわ。でもこの玉切れを味わうっていうのも、それはそれで面白そうですね。そしてそんな話をしている間にヒット倒したと思っていた相手がすぐ復活していて、それに気がつきませんでしたね。はい、もう1ゲーム行きましょう。ところでウプ主、この初めの牽制球はどういった意味合いで？そのままの意味、牽制だな。馬力を狙うことによって音を発し、敵の進行を遅らせるという意味合いがある。まあ、それでなくとももし1ヒットになったら儲けってのもある。それでもこの距離なので当たる可能性はほぼほぼゼロですし、相手も分かってるはずなので、結局気休めみたいなものですけどね。これをするかしないかは個人の判断で分かれるだろうね。銃声や弾道で一バレするし、ヘイトも集まるし、まあ個人的には軽い銃で動きやすく、このフィールド自体土地感あるからなんとか立ち回れるかな、という思いで撃ってます。実際初めて行ったフィールドだと、開幕は静かにしてることが多いよ。ところでウプ主、前々回くらいからカメラを変更してるわけですが、これ帽子のつばが大きく映り込んでて見にくいです。ね。収録確認してからこんなに邪魔なのかと驚愕したわ。次回はインドアだからキャップかぶってないからいいとしても、今後防止の有無を考えていくことになりそうだ。キャップかぶらないでサバゲーするってことですか。でもそれだとカッコ悪いんだよな。今のカメラ、バンド大きいからそれ隠したいし、かといってニット帽だとゲームしてると熱くてかなわないんだよな。ハゲが加速しますしね。ハゲてねえよバカ野郎。ちょっと反りが深いだけだ俺は。はいはい、ハゲてないハゲてない。それはそうと、崖上の味方部隊、随分落とされてませんか。非常にまずい。この日は敵チームとの戦力差が、ちょっと相手チームの方が強いんだよな。相手の方がアグレッシブな人が多くて、押し込まれる感じだ。でもだからといってこっちも押されすぎてるってレベルではないんだがな。ではしばらく動かないので米返し。まずは第33回のコメントから。ポツー。ポツあり。赤いですな。ああ、この回サンタの格好をしたんですね。いつもの3倍ヒットした気がします。こっから第34回のコメントな。うぽつっす。そして、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。うぽつー。明けおめぽつあり。塗装してある。ナーフのことだな。はい、塗装してます。と言っても雑なスプレーと筆塗りですが、近くで見ちゃダメなやつですね。モビルスーツ乗りのニュータイプかと思った。矢印同じく。せつこ、それアフロちゃう。アムロや。アフロですよ。アフロだった。いや、雑子らじゃねえか。バンダイの提供じゃなかったからかな。笑ってはいけない、のネタについてですね。まあ、わかりやすく言うと、大人の事情、なんでしょうな。ガルパンの沼も深いぞ。ガルパンは映画がすごかった。アニメ、ガールズ・オブ・パンサーの話ですね。知ってるよ。深い沼だってことくらい。だから浸かるのに躊躇するんだよ。うぷ主。溜まってるアマゾンポイント使っていいですか。何に円盤。おい待てこら。ここの裏取りお見事でした。まさか元久さんだったとは思いませんでした。クリーンなゲームありがとうございました。またどこかでお会いしたいものです。ナーフで裏取りした時のコメントですね。何これちょっと待ってこれ。もしかしてこれこの人俺のこと知っててくれてたってこと？そうですね。それで何？俺だとは知らずに俺と会ってたってこと？そうなりますね。俺こそありがとうございました。こちらこそ本当にクリーンなゲームありがとうございました。うっさい。なんかウプ主ってわかるトレードマークでもつけてたらいいんじゃないですか。なもんねえよ。銀弾やクラウン銃金で戦えるなわらわら。うおーすげえ。ナーフでゲームしたこと自体に対するコメントでしょうか。そうみたいだな。何度も言うけど、サバゲーっていうのは本当に立ち回りが一番重要な遊びだと思う。次世代使ってるからって、暗いタック使ってるからって、それこそトレポン使ってるからって強いってわけじゃないんだ。サバゲーをこれから始める人は、そのことを心に刻んだ上で、欲しい銃、愛する銃を選択してみてはいかがだろうか。銀弾はあれ気がつかないからさすがに NG。と、銀弾でヒット取られた人が申しております。特のミルクさん。許さない。多分そのネタは次次回くらいに投稿できるかもです。コメント返しなしかな。34回に米返しがなかったことについてのコメントですね。34回の明けおめコメントでもわかる通り、もしかして33回が投稿されたの知らない人もいるんじゃないかな。32回がオペフリ、33回が戦、そして34回がサットでナーフサバゲーとなってます。オペフリの動画の米返しは、33回でやってるからね。その翌日、34回が投稿されてるから、33回のコメントは、今回触れてるんだよ。マイリスから一覧が見られます。33回を見てない方はそちらもどうぞ。さて、米返しはこれくらいにして、動画にも動きがチラチラありますね。ここスロープの裏でね、意外に警戒されにくいポイントなんだよ。やっぱりスロープ自体を上がるのがセオリーだからね。てかあれスタッフかと思ったけど、その後ろ見て聞いたのな。ヒットコールありがとうございます。ガンカメラはちょうど右の壁に隠れて奥が見えなかったのでカットです。てかガンカメラ変えたんですか？あれだ。以前ヘッドカメラで使ってたやつ。一応まだ使えそうだったから、ガンカメラにしてみた。それでもフォーカスが合わなくなってきたら諦めて、今までの SJ ハムの M10 使うよ。でもこうしてつけるとだいぶバッテリーとライトつけてるみたいでわかんなくね。確かに今までのは小型のカメラよりは随分コンパクトですね。でもこれ、高えるってことはヘッドカメラ買わなくてよかったんじゃ。いや、いつ使えなくなるかわからないってのは、結構な不安になるよ。ガンカメラなら、最悪映らなくてもごめんなさいできるけど、ヘッドカメラがここぞって時に映らなかったら目も当てられないからな。それはいいとして、さっきの敵随分奥にいましたけど、まだあんまり敵上がってきてないんですかね。そんなことないと思うんだけどな。さっき味方が落ちたのも考えて、かなりえぐり込まれてると思うんだけど。敵の声も銃声も近くなってきてますね。これはそろそろ一戦ありますかね。やだな、死にたくないな、って敵おるやんけ。ヒットコールありがとうございます。敵さん見事にこっちのマークでしたね。危ねえ危ねえ。あの人がふと一呼吸置いて後ろ見たらその瞬間俺のケツの穴が増えるところだった。本当に警戒されないんですね、このポジション。俺はめっちゃするよ。俺がよく隠れるんだし。かくれんぼの基本だな。相手が隠れないと思うところに潜むってのは。明らかに発想が斜め上なんだよな。でも基本は突撃能ですよね。じゃあ聞きますけど、聞いちゃうんですけど。テンションうざい。俺みたいにエイム良くない人がじっくり待ってスナイパーするような動画の需要があるんですか？あるならね。やりますよ。やらせていただきますよ。スナイパー買い作ろうじゃないですか。でもあれですよ。きっと一発外したら絶望してガタガタマナーモードになる動画ですよ。もしくは偶然ヒット取ったシーンを詰め合わせたダイジェスト回になりますよ。そんなんで視聴者は納得してくれるかって聞いてるんですよ。ヒットコールありがとうございます。いや逆ギレしながら倒される相手の身にもなってくださいよ。この動画に求められているものはな、おそらくウプ主による変態裏取りプレイとネタ満載のローリングやクソ回避と、実況者の声とトークスキルのなさをカバーする後付けゆっくり実況、そして申し訳成分のサバゲー背景が需要の10割なんだよ。上手い人の打ち合いや狙撃は他にいくらでも転がってんだよ。わかりましたから落ち着いてください。なんなら本気で動いてみるか、クイックしてみるか。きっと視聴者の9割が寄って動画1分30秒でブラウザバックするぞ。安心してくださいウプ主。今回の逆ギレで、すでにほとんどの方がモデルボタンクリックしてます。ちょっと失礼しますよ。取り込み中だ。後にしてくれ。ヒットコールありがとうございます。だからヒット者の扱いが雑すぎるつってんでしょうが。もうここまで進行されてるなら突撃して敵の背後取るしかないじゃないですか。やだ敵いっぱいいて本当にやだー。ごめんね。お邪魔しますよ。失礼しますよ。はい。ということで、戦定例会の様子でした。終わってみれば、今までとあまり変わらないコソコソした感じでしたね。多分砂動画作るとなったら、これよりさらに動きのない動画になると思います。随分あそこで粘ってると思ったら、フラップ取りに来た敵の背後を狙ってたんですね。結局他の人にやられてしまいましたが。まあ今回の動画は、最初のアンバーガーヒル戦でほとんど見どころなくなってましたからね。仕方ないね。作戦自体は悪くなかったと思うんですがね。実際このヒットの数十秒後にフラッグ落とされましたし、タイミング的にはもう少し早く出ててもよかったかなって感じですね。次回はついに首都圏インドアの聖地、遊び場に突入。果たして何回死ぬのでしょうか。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。